はい、こんにちは、福地わかめと申します。それではアイワナビーザーメカニカルですね、続きをやっていきたいと思います。前回左下ステージでね、まさかのミクちゃんが登場しまして、どうなるかと思ったんですけれども、意外とすんなりね倒すことができました。ただ隠しアイテム取れなかったんで、もう一回行かないといけないという、もうそればっかりはしょうがないですね。で、今回はじゃあこの右下ステージを進めていく形になります。なんか意外とねボスがそんな強くないので、ボス編とかやる必要ないのかな。なんで左上だけなんかボス編ある変な動画全部閉まんのね、なっちゃったんだけど、はっ、 OK、 これは全部閉まっていくと、はい、おっとっていいよ。これここは、あ、ここは大丈夫か。じゃあ真ん中だけ着地した、なんここもダメなのか。頼むからかくつくのはちょっとやめてほしいな。え、これじゃあもう一気に行くしかないか。オッケー、よーし。でまたこの形だ、ほんと苦手なんだよなこれ。よし、向こうだけ、向こうだけでいいな、この辺。あう、か右側で行こう。だいぶここは上手くなったな。でここなんだよな、あ、行った、なんだ。でこう、おい、やっと行った。でリフト行っちゃった、ハリアップ、よし。でちょっとあそこの針が飛び上がるってことはどうすりゃいい。お、ここもなのか。逆にそこのやつに乗っちゃう、ここに乗って針を、あれあれ、ちょっと待って、針が来ない、針、ここもか。あのリフトに乗ってクルリンパするしかない。まあ、あそこに飛び移るのは正解として、またいつも通りあのくるってやんないとダメなやつかな。こうでしょ。あ、いったいった、あ、ちょっと待って、マジで、あの一番左は大丈夫だったっぽいから、左に着地だな。あぶね、これで、よし、あう、待って待って、あぶね、これはでも時期じゃないか、時期じゃないな、はあ、なるほどなるほど、時期じゃなきゃそんなに怖くは、下手、大丈夫これ、あう、おって、時期じゃないならそんなに恐れることはないと思うんで、はい、次行こう。ちょっと待ってよ、ほい、ここだな問題、ほい、え、ちょっと待って、危ない、え、こっちか、あ、ここも大丈夫なんだ、ちょっと待って、よし、いったいった、あう、ちょびじゃんっていうか、ふわっていうジャンプ、ふわっていうジャンプでいける、は、あう、ほい、こういうことね、ほい、ここはとりあえずアンチで、いっちゃえ、お、あ、ちょっと待って、これはん、あ、いける、あ、また無限ジャンプに、あ、ありますね、よっしゃ、ん、あ、ここは違うのか、どう行くの、どう戻んのこれ、当たる、当たるなこれ、オッケー、見つけたからには取る、見つけたからには取るよ、はい、で取った後どうやって戻るか、こうやって行くしかないか、ここにいればとりあえずは安全、
はい。おっしゃ。待ってくれ。あぶね。オッケー、取り方は分かったから、とりあえず生きて生還することを目指そう。ほい。ここなんだよな、本当に。もう無限ジャンプは終わってるから、リンゴが飛んでくるときに一緒に飛べば大丈夫か。次行こう。こう。よし！あぶね！いったいった。ん？曲がなんかボスの曲ではないんだけど、これボス。ん？え？どういうこと？あ、なんかしてくんな。とりあえず避けて。でも体力はあるんだよな。どうすりゃいいんだろう。てかこれあれじゃないですか、あのファイアーフォックスのアイコンだよね。ん？ちょっと待って。え？何？あ、ん？色が変わる。え？あ、なるほど。浮遊してるやつを撃って。あ、そういうことなの。ちょっと待って。全然当たんないんだけど、当たった。はあ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 、なるほど。え、超カオスだな、これはこれで。やめてくれ！あぶねえ！は。え？このランダムの動き怖いな。ちょっと待って。え？撃ったはいいけど、撃てるやつどこだ？ってか、早く上に行ってくんないかな。え？とりあえず、そんなに難しくはなさそうなんですよ。おい、灰色のやつ上行ってくれ、上。ちょっと待って。あ、当たった。もう一個、そろそろ当たるな。で、少しずつ、今、こいつもゆっくりだけど上に上がってるから、もうちょいしのげば、倒せると思う。結局左上のボスだけですね、めちゃくちゃ強かったの。え、早く上に上がってくんないかな。おい、頼むよ。そんなになんとかなってるからいいけど、おい、ほんと花粉がすごくてもう目開いてらんなくなっちゃうから、頼む。そろそろ当たろ。次当たるな、多分。ダメなの？早く。ええ。ちょっと。よっしゃ！これで死にたくない。オッケー！よっしゃ！お！これで、とりあえずすべて、ステージとしてはクリアしたけど、ミクちゃんとこの隠しアイテムが取れてないんですよね。なので、とりあえず次回隠しアイテムもう一個取って、強化ボス強くなさそうなやつがいたら、それ1体2体倒してっていう感じでやっていきたいと思います。それではここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。